ちょっとこの度敗北してきました。敗北、あれ敗北仕掛けどっちだったんだろうな。たまにこうすごくその甘いもの食べたくなるのですよ。特にソフトクリームと粒あんの組み合わせすごい実は好きで、なかなか頻度ではそんなに食べないんですけど、たまにすごいそれをやりたくなるんですよ。で、あ、そういえばと思ってそうで、それにかき氷までついたらと思って、で、なんかコメテにあったなそんなのと思って、めっちゃ甘いやつ食べたいってなったんですよ本当に。で、そう行ってみて、あったから、そうかき氷にそのトッピングで練乳とソフトクリームと粒あんついて、普通のサイズで1100円とかだったのかな。で、ちょっとこれくださいって言った時にミニになさいますかって向こうから言ってくれたから、いや確かにカツパンとかすごいしなと思って、あ、じゃあミニでお願いします。で、私あのコーヒーと甘いものの組み合わせもより好きなので、無糖のミルクコーヒーと一緒に頼んだら、お待たせしましたって言って、ちょっとあの背景抜いてるからサイズ感分かりづらいかもしれないんですけど、そう、これが来て これが来て、え、嘘だ嘘だと思って、これミニサイズなんですよね。概念が壊れちゃった、やられた。で、寄せばいいのに食後だったから。今日さ、ありがとうございます。あ、コメダかき氷行ってきましたということで、完食ですが全身寒かったです。そう、私もあのはしたないから言わなかったんだけど、かき氷前のに食べてたものが良くなかったな。すごくいい二郎系のお店があって、で、そこでものすごく久しぶりに別皿になるぐらい野菜盛ったんですよ。で、な、寄せばいいのになんかチャーシューと味玉もトッピングしてたから、まあって思ってそれ美味しくって、すごくで食べきれたんですね、全然。あ、いけるんだ私って思って、そこからの全能感で行っちゃったから、まあ、そこは敗因かな、さすがに。でも1キロは行ってないんじゃないですかね、麺はそんなないんで。あの、なんだろう、二郎系って結構麺量がそもそも多いっていう場合あるんですけど、結構麺があの結構ゴワッとしてて、あのそもそも多分 200g なんじゃないですかね、あれ少なめなんですよ二郎系にしては。だから、その本当野菜も美味しくってずっと食べちゃってたみたいな感じなんで、まあまあまあ超絶量が多いとかじゃないんですけど、全然かき氷で手止まった、あ、すいませんでしたごめんなさいってなって敗北仕掛けた。ミニクロネージュとかのサイズ感は覚えてたからいけると思ったんですよ。舐めてた、いくらなんでも。魔法が解けた、相対した時に。さすがにちょっと溶けたやつが残った溶けたやつが残ったものの、あのここのこの底面のまあ3分の1ないし半分くらい溶けたやつが残ったぐらいだったから、まあギリあのまあ負けてはいない、引き分けた、多分勝ってはいないけど勝ってはいないけど引き分けた。で、あのポストです。今日は実に危なかった、ふう、負けるところだった。八重さんかな、ありがとうございます。晩ご飯混ぜそばの後、宇治抹茶かき氷食べてきました完食しましたあの、あれ別に私に習ってチャレンジしなくていいですからね、ありがとうございます。ホープキラス、ありがとうございます。社長はいけると思ったら全然ダメな出来事に遭遇したことありますか。あの、最近私、あの、皆さん米田コーヒー店って知ってます？あの、そこって結構そのフードとかが、通常よりも結構ボリュームがあるって、まあ、有名ではあるんですけど、そこでかき氷やっと食べたくなって、そこで食後にも関わらずですね、その、あの宇治抹茶かき氷のその練乳とあの粒あんとあのソフトクリームトッピングを頼んでみたら、ちょっと、まあ、近くなる量が来ちゃって、それであの久々にちょっとあのかき氷に敗北したっていうことだったんですけど、そういったことがいいですかね。で、
しかも一緒に頼んでたのがあのアイスのミルクコーヒーだったんで、あのもうめちゃくちゃ冷たくなっちゃって口の中で、ちょっとあったかいもの欲しいかなこれって思って、であのホットの紅茶も頼んだんですね。ホットの紅茶も頼んだら、あのいよいよもうあの結果的に水分しか取ってないじゃないですか。水分しか取ってないから、あの結構、あ、こういうお腹のいっぱいになり方ってそういえば久々だなってなっちゃったっていうお話があるんですけど、うん、そういう話でいいですか。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。